ラモン・ノバロはメキシコ出身で1917年のサイレント映画でキャリアを開始したアメリカ合衆国の映画ステージ t v で活躍した俳優である。ラモン・ナバロという表記の場合がある。1920年代から1930年代初頭までボックスオフィスの上位にいた一人だった。ノバロは MGM によってラテンの恋人として売り出され、 1926年のルドルフ・バレンティノの死後はセックスシンボルとしてより知られるようになった。ヌバロは本名ホセラモン・ギル・サマニエゴとして1899年2月6日、医師のマリアーノ・エヌ・サマニエゴとレオノーラ夫妻の間にメキシコのドゥランゴ州ドゥランゴで生まれた。17世紀にスペインブルゴスのキャスティリアンタウンから移住してきた直接の祖先がいた。 ラモンド・バロの電気サッカー・ラン・エレンバーガーは次のように記述している。サマニエゴ家は代々人々に尊敬された有名な家柄だった。サマニエゴ家では多くの人が国務省で著名な地位についていて大統領から高い評価を得ていた。ラモンの祖父、マリアーノ・サマニエゴはシューダ・アフアレスで有名な医師で、寛大で、社交的な人物として知られていた。前に、 チワワ州の暫定知事を務めた経験があって、テキサス州、エルパソの最初の市議会議員だった。ラモンの父親、医師のマリアーノ・エヌ・サマニエゴは、シウダー・フアレスで生まれて、ニューメキシコ州のラス・クルーセスで、ハイスクールに進学し、ペンシルバニア大学の私学部で学位を取得した。後に、メキシコのドゥランゴに転居して、司会として開業した。1891年に彼は、 富裕な地主の娘であった、美人のレオノーラ・ペレス・ギャビランと結婚した。レオノーラは、スペイン人とアステカ人の血を引いていて、モクテスマ二世の王子ゲレロの子孫であると、言い伝えられていた。夫妻には十三人の子供たちがいて、一家は、人々から、エデンの祖と呼ばれていた。子供たちは溶接した子供一人と、エミリオ、グアダルーペ、ローザ、ラモン、レオノーラ、マリアーノ、ルス、 アントニオ、ホセ、カルメン、アンヘールとエドワルドの12人である。1913年メキシコ革命の時、一家はドゥランゴからメキシコシティに移って難を逃れ、その後またドゥランゴに戻った。それから2年経過しないうちに、ラモンの姉妹のグアダルーペ、ローザ、レオローラの3人は、修道所になり、1915年に、ラモンとマリアーノの兄弟2人は、 革命で暴動が続いている中で苦労してドゥランゴを抜け出して実現は無理と思われていた夢のためにカリフォルニア州ロスエンジェルスに到着した。ノバロにはまたいとこになるメキシコの女優ドロレスデルリオとアンドレア・パルマがいた。1917年の映画にわずかな出演で登場してキャリアを開始し生活のために食料品店の店員、皿洗い、カフェのシーガー、 シアターの案内人など別の職業で働いて収入を補った。友人でもあったレックス・イングラム監督と女優アリステリー夫妻はルドルフ・バレンティノのライバルとしてプロモートし始め彼の名前をノバロに変更するよう提案した。1923年からはより重要な役で出演するようになり映画スカラムーシュのアンドレ役は最初の成功となった。 1925年のバロはベンハーテの主演で大成功を収めた。彼の露出の多い衣装はセンセーションを引き起こし、すぐに人気俳優の位置についた。MGM でのランクは、現代を描いた映画では、ジョン・ギルバートの後であったが、1926年のバレンティノの死により、ラテン系俳優ではトップになった。また、ノバロは、シルビア・オブ・ハリウッドと、 セラピストとしての契約をしていた。彼はアクション映画での無う水で熱血的な冒険家として人気があり、若い頃はロマンチックな役柄でも重要な俳優と認められていた。ノバロは1927年の思い出でノーマシアラーと1928年のシンガポールでジョーン・クルフォードと共に出演している。ノバロの最初のトーキーは 1930年の霊明の剣士での歌うフランスの兵士の役だった。そして1929年、ドロシー・ジャニストの異京と、1931年、グレタ・ガルボとのまたハリ、1933年、マーナ・ロイトのカイロの人よ、1934年、ルーペベレストの砂漠の新月と出演を続けた。1935年、 MGM との契約の終了期限時に、スタジオ側はそれを更新しなかったので、ノバロはそれ以降は、リパブリック・ピクチャーズ、メキシコの宗教映画、そして、フランスのコメディ映画に散発的に出演していた。1949年には、ジェニファー・ジョーンズとジョン・ガー・フィールドが出演した、ジョン・ヒューストン監督の、ストレンジャーズ6をはじめとして、数本の映画に出演した。 1958年には CBS 放送のミスター・アダムズ・イブの後番組として t v シリーズザ・グリーン・ピーコックへの出演が検討されていたが実現しなかった。1960年代に計画されていたブロードウェイでのバロが出演する公演の計画はテスト上演の段階で形にならなかった。のバロは忙しく t v 出演を続け、 1968年に NBC のハイ・シャパラルにギレルモシンプ役で登場したのが最後の出演となった。1920年代後半から1930年代初頭にかけての人気のピーク時にはノバロは映画1本で10万ドル以上の出演料を得ていたので一部を不動産に投資していた。そのためキャリアに陰りが見えても快適な生活を維持することができた。 ハリウッドヒルズにあった住居はフランク・ロイド・ライトの息子のロイド・ライトが1927年にデザインした有名なものだった。ノバロはカトリック教会の信徒として立場と同性愛という性的思考に対する葛藤に生涯悩まされていてしばしばアルコール依存体質になっていた。1920年代初頭にノバロはラップで先導役として働いていた。 作曲家のハリー・パーチと恋愛関係を築いていたが、始まったばかりの俳優としてのキャリアを優先して、この関係を解消した。1920年代後半には、広報担当者だったジャーナリストのハーバート・ハウと恋愛関係にあった。後日、MGM の首脳ルイビー・メイヤーは、ノバロに偽装結婚を強制しようとして、拒否されたと伝えられている。1934年に、 アメリカ合衆国で公開されたロシアの監督セルゲー・エゼンシュティンの作品メキシコ・バンザイの特別上映会にノバロはドロレス・デルリをルーペペレス・ジェームズ・キャグニーと共に出席した後に彼らはカリフォルニア州で共産主義の宣伝に協力したと非難された1968年10月30日ノバロは当時22歳のポール・ファーガソンと 17歳のトム・ファーガソン兄弟に殺された。ノバロは業者に依頼してローレル・キャニオンの自宅にセックスを目的として男性を訪問させたことがあって、兄弟二人がその時の訪問者から電話番号を聞き出したものであった。検察の発表によると、この殺人事件の事実関係は以下のようなものであった。二人はノバロの邸宅には、 かなりの大金が隠されていると思っていた。しかし、存在しなかった現金を隠している場所を聞き出すために、二人は数時間にわたってのバロに乱暴を働いて、死後に隠蔽工作をした上で、バスローブのポケットから奪ったわずか20ドルを手に、現場から逃走した。のバロの死因は、窒息死で殴られて出血したことが原因で、自分の血で窒息して死に至った。 ハスラーとして知られていた、ファーガソン兄弟は後に逮捕され、長期の懲役刑の判決を受けたが、弟のトム・ファーガソンは6年後に、兄のポール・ファーガソンは9年後に仮釈放の決定が行われた。ノバロの性的指向は、その死後に初めて公になったもので、裁判中に何度となく、さらされ、ノバロ自身も裁かれる原因となった。その後二人は、 後に本件と無関係な犯罪で再逮捕され、ノバロの殺人事件よりも長い懲役刑を受けることになった。1998年のインタビューで、ポール・ファーガソンは、致命傷を与えたノバロへの死に対する責任をようやく認めた。トム・ファーガソンは2005年3月6日に、自ら首を切って自殺したため、ノバロの死にどう関わっていたかは明らかになっていない。 2012年に出版された、スコッティ・バウアーズの自伝、フルサービス、マイ・アドベンチャーズ・イン・ハリウッド・ザ・シークレット・セックス、ライブズ・オブ・ザ・スターズでは、ノバロの死について、一般的にルフしていた情報について、ディルドが存在し、攻撃に使用されていたなら、ポール・ファーガソンの殺人事件における、もう一つの確かな証拠になると、信憑性に欠けると指摘している。ラモン・ノバロの葬儀は、親族や、 知人の三列でひっそりと行われて、ロスエンジェルス市内のカルバリー墓地に埋葬された。映画産業への貢献に敬意を表して、ハリウッド大通りのハリウッドウォークオブフェーム6350番にプレートが残されている。ありがとうございます。